お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュライルやっていくんですけど、今日はね、この枯渇デッキを紹介していきたいなと思います。で、今この枯渇デッキがすごいね、大人気で、グラチャレでもね、今使用率がナンバーワンです。で、勝率も非常に高いです。というわけで、まあ大人気なんですけども、じゃあなぜこの枯渇デッキが人気かっていうと、前ね、このバレバレ枯渇、インフルエンタワーがボムタワーだったり、テスラだったり、ここのデリバリーがプリンセスの方ですごい流行ってたんですよ。そう。プリンセス型ですごい流行ってたんですけど、このデリバリー型になってよりね、こう使われるようになって、まあそれはやっぱ防衛がね、簡単になったんだなと思いますね。こうプリンセスより、なんかプリンセスもやっぱ防衛こう出しておけば何とかしてくれる感ありますけど、言ったら位置も大事だし、なんかね、無駄に出したらプリンセス特に活躍せず端巻いてユニットでやられてとかがあると思うんですけども、こう相手がね、すごい攻めてきた時とかも、こうデリバリーだと、やっぱこう、落とすだけでね、こう結構守れてしまう。インフルエンタワー置いて、そしてこうにポトって落とすだけで、まあ守れてしまうっていう、まあデリバリーのね、こう防衛の強さっていうのが、この枯渇デッキをね、こう支えて、非常にこう使用率が上がったんじゃないかなと思ってます。なので、こうなんか枯渇デッキ使ったことないやって方とか、絶対むずいじゃんって方とかも、すごいね、枯渇デッキなんですけど、なんか防衛がね、やっぱ枯渇デッキとかって大変じゃないですか、ああいう高回転系って。なんですけど、やっぱ防衛が簡単なデッキなので、非常におすすめしますね。で、攻めるのも、こう、スケルトンバレルとゴブリンバレルの2枚あるので、こうなんかね、適当に投げとけば、スケバレプラスゴブリンバレルとかすると、もう相手ね、こう、ウッド2枚持ってる人なんていないですから、このゲームの理論上ね。このゲームの理論上、ウッド2枚持ってる人いないので、なんならウッド2枚持っといても、僕の吹き矢ゴブリンは残って、それはそれでこう、いい感じのね、サイクルになって勝てるみたいなのもね、すごいあるんでね。なんか、2スペルとかも全然怖くないですね。このデッキは。矢の雨ウッドとか来ても。3枚やると、さすがにきついです。3枚やると、もうね、勝てない言い訳にできちゃうぐらいきついですね。なんですけど、まあ、2枚までは、こう、吹き矢、スケバレ、バレル、3枚枯渇策があって、リズム崩せるんで、意外とね、戦えますと。言った感じですかね。相手が、ファイボ、ゴボリ、エレキベビ、あ、ロイですね。ロイだ。ロイジャイですね。ロイジャイ、エレキ？エレキで踏む？踏みますね。で、こういうのとかも、すごいね、楽できちゃいますね。で、タルババがありましたね。いや、これエレキ残っちゃうな。いて、最悪。うわ、てか、スケだけで防衛してきた。いや、それはいい小堀ですね。とりあえずもうね、攻めちゃいますね。攻めて、簡単に防衛と言った感じで、相手もなかなかでもあれですね、仕掛けてこないですね。で、ここ一旦結構相手に攻められてるターンなので、落ち着いてね、一回落ち着いて、で、ファイボでしたね。ファイボ吹き矢を左側のタワーと巻き込まれないようにして、スケバレルート強制かけて、ナイトバレルして、まあ、あっちにタルババで、こっちにエレキかな。いや、相手もなかなか攻めてこないですね。永遠に僕のペースになってるけど、こう、いっぱいカウンター来るとちょっと怖くなっちゃいますね。でも、ファイボだったんで、絶対このインフィを突破がきついんですけど、ババが。さあ、ここも、攻めてきましたね、ちょっと。ここでも、攻めてきたら攻めてきたで、相手もコストがなくて、吹き矢がナイス？で、ここのトリトンを許容します。トリトン許容して、いや、いい吹き矢ですね。ここダメージわざと受けてますね。受けていいって感じですね。で、今ガンガン攻めタイムですね。攻めで。ここの吹き矢延命できますね。タルユー咲いて。で、あとエレキぐらいか。高めエレキが来たら、オッケー。いや、めっちゃいいペースですね。この、やった、めっちゃいいペース。俺のめっちゃいいペース返して。ちょっとやばい。おー、いや、でもファイブ使ってくれる。ってことは、結構苦しいんでね。一旦スケバレ飛ばして、ユニット咲かしてね。で、右側のタワー2600あるんで、これも全部許容でいいですね。基本許容して、で、ファイブ打ったので、吹き矢ないとちょちょっと作って。いや、もうさすがに勝てそうですね。ウッド削り始めちゃおうかなっていうぐらい。ウッド削りで、エレキ降ってくるかな。ゴボリか？うん、全然降ってこねえな。ファイブか？うん、全然来ねえな。俺の予想全く当たんねえな。でもこれもう、ロイジャイに対してはインドラ置くだけですからね。インドラじゃない、インフィルムタワー。そしたら、まあ、気づいたらね、逆サイ、こう、スケバレの落下とか入ったのか知らないですけど、ちょくちょく入って、まあ、勝てるっていうね。
や、これ、もう相手ライトニングだったら、まあ、インフェにライトニング打たれるんですけど、インフェにライトニングなんか打ってたら、もう、あの、僕のスケバレバレるナイトフキアの、こう、攻めを止めることができなくなるんですよね。なので、言ったら、もう、罪ですよね。言っちゃうとね、まあ、そんぐらい、こう、なんだろうね、ウッド持ちには当たり前に勝てる枯渇デッキですね。まあ、攻めが2枚あるっていうのが、こう、普通の枯渇デッキと大きく違う、まあ、部分だと思いますね。さあ、ってなわけで、エンランバーこの後もう、買い物に行かなきゃいけないんですよ。寝起きっていう話したっすかね、多分してないんですよね。なんか、さっきまで寝てて、まあ、寝ててって言ったらもう、普通に今日朝ぐらいから起きてて、なんか、お昼寝的な感じでね、まあ寝てただけなんですけども、30分ぐらいかな、1時間ぐらいか寝てて、で起きて、今日やべえ、動画2本撮るって言ってたなーと思って、そう、多分昨日なんかね、なんかで、コメントでかな、明日2本出そうかなーみたいなことを書いたんですよ、僕が自分で。そうなので、まあ自分で2本って言ったら、さすがに書かねえと、出さねえと、人間じゃねえなーと思って、よくね、KK が言うんですけどね。まあ、日読をしない人人間じゃないですよって。次の日とその次の日、ケーキがいつも動画出してないんですけど、まあ、そんな感じで動画2本出すって言ったのに出さないのは、さすがに良くないと思って、眠くはないんですけど、ちょっとね、若干寝起きにはなるんですが、まあ、今で動画撮ってて、もうね、喉カラッカラなのよ。家に飲み物がなくて、もう飲むものがなくて、本当に急いでね、コーラを摂取しないと、なんかもう病気になっちゃうんじゃないかっていうぐらい、今ね、喉カラッカラなんですけども。で、スーパーももうすぐ閉まっちゃうんですよ。閉まっちゃうんで、スーパー先に行こうと思ったんですけど、先に行くと動画投稿遅くなるなと思って、もうどうしたらいいのよって感じで、今ね、動画撮ってます。なので、この動画ね、撮り終わったら、急いでスーパーに行き、コーラを買い、あと家にも食材がないんですよね。食うもんがなくて、本当に食うもんないと、多分死んじゃうんですよ。僕でもね、僕でもさすがに食わないと死んじゃうと思うんで。で、もう、最近すごいお腹が空かないんですけど、まあ、食っとかないとっていう部分でね。いや、マジでね、じゃあお腹空くって言ったっけ、お腹空かないんですよ。どうしたのっていうぐらいお腹空かなくて、いや、やばいっすよね。こんな時期来るんだっていうぐらい。本当に、羨ましいと思ってくれる人いるかもしれないですけど、まあ、別に、損はないのか。大きくね。俺の。なんか本当お腹空かないですね。なんでかわかんないですけど。食欲が湧かないですね。なんか、まあ食い始めると多分食うんですけど、その食い始めなければ、なんかずっと食わなくてやっていけちゃうみたいなね。まあ、ところはありますね。今回のアイテムは、ゴレザップだったので、この、バレル系がね、もう無双無双ですよ。しかも、いっぱいこうね、軍が、来ても、このデリバリー、ポトンポトンでね、全部回収できる。あれが強いですね。まずインフィニタワー置いて、端っこに吹き矢置いて、後衛に、ポトンこれだけでね、守れちゃうのがね、この枯渇デッキの、まあ、良さかなと、思います。ってなわけで、昨日も今日も一食とかしか食ってないんですけど、まあでも最近すごい太ったなーって僕思ってるんですよね。なんか、顔ですね。顔に肉がついたっていうのを最近ものすごい感じてて、なんか嫌なんですよね、それが。そう、嫌なの。単純にまあ太って嬉しい人は、まあ、あんまいないと思うんですけど、そうなんですね。最近ちょっと肉がついてきて、いやー、結構慣れてるんで、まあ、顔を痩せてくれねえかなっていう部分で、まあ、ご飯ね、そんな食ってないんですけど。てかまあ、顔ってなんか一番痩せにくいみたいですけどね。顔とかって。なんか落ちてほしいとこほど一番落ちなくて、まあ最後に落ちるみたいなんですけども、まあ、ダイエットしていこうかな。まあしないですけどね。1ミリもダイエットしていこうかななんて思ってないですけど、さあ、なんかまあ食いたいものは食いたい時に食ってみたいな感じですね。まあ一人暮らしとかになると、本当に。まあそれが、まあメリットでもあり、まあ太りやすいデメリットみたいなところはあります。ヤナメ僕の相手はヤナメのゴラちゃんでしたね。そのヤナメ使っちゃったんで、ここね、パパーっていっちゃいますね。この吹き矢ナイトスケバレがめっちゃ強いですね。
で、これでもうあれだってスケバレどうすんのって感じじゃないですか。タゲがナイトに行ってね。あ、ナイトに行かないんかい君。あ、吹き矢が、吹き矢がいいね。このカウンターを防いでくれるっていうのもいいですね。で、ここをデリバリーで守るんじゃなくて、一旦バレルで飛ばして吹き矢で守ることによって、こう、なんていうんですかね。3コスト防衛だけのカードっていうよりかは、3コスト防衛しつつ、攻めにつながるカードを使って、まあ、コストをね、割かしていくっていう。なんか、まあ、わかんないですけど、僕も枯渇使いんじゃないんで。けど、こう、永遠攻めればいいんですよ。この枯渇は永遠攻めればなんとかなる枯渇なんで。さあ、左側落ちてくんねえかな。左側落ちそうですね。で、相手の、これね、この頃でと、あの、防衛できるかわかんないですけど、頑張ります。インフェ置いて、で、逆サイの位置の一個上の辺に置けば、これライトで一応ね、一緒にされないんで、僕はこの辺によく置きますね。吹き矢とあいつがね、一緒にされない。で、なんとなくスケバレ飛ばして、なんとなくスケバレ飛ばすと、このスケバレに、よし、防衛のコストをね、使ってくれるとラッキーですし、まあ、使ってこなくても、それはそれでね、まあ、別にいいって感じですね。なんか、タゲ取ってくれたりね、あるんで。さあ、というわけで、まあ、相手、柳持ちですけど、余裕ですね。本当に。なんか、大型にマジで強いですね、このデッキは。大型展開された瞬間に、逆サイ攻めて、ほぼほぼタワー大ダメージ与えれて、で、インフェプラスのデリバリーで守れて、そしてすぐにカウンターにできるっていう、もうね、なんじゃこりゃ、こんなね、使い勝手良くて、強いデッキが生まれても良いのっていうぐらい、本当にね、万能かつ強いね、枯渇デッキだなと思います。なのでね、超おすすめですよ。超おすすめ、皆さん、本当に。だって、コンビニでね、超よ、普段100円するものがもう、30円ぐらいで売ってるような感覚ですよ。もう買いますよね。欲しくなくても。本当に。いつか使うでしょうって感じ。わかんないけど。やべ。ピンチ。助けて。攻めすぎて。序盤から攻めすぎて、相手が中型とか大型とかじゃなかった時に、こういうことになっちゃいますね。やめて。クロスは違う。クロスは違う。コスケか？スケくんな。いい位置のスケなんだよな。というわけで、すごいね、こう褒めた枯渇デッキだったんですけども、やっぱね、どんなデッキにもね、最強デッキなんて存在しないので、気持ち的な部分で最強なだけであって、気持ち、そうですね、気持ち的な部分では最強なんですけど、現実を見てみると、どうしても勝てない相手だったりもね、登場してくると思うので、まあ、それがこういういわゆる枯渇ですよね。この枯渇にはまあどうしても勝てないので、これ、枯渇でクロスはね、ちょっときついかな。もうちょっと戦えますけどね。吹き矢があるんで、スケバレかバレルに、ウッド系を使わせたら、もうちょっと戦えると思うんですけど、しょっぱなに、こう、ちょっとね、仕掛けられて、僕も仕掛けたタイミングで、そのすれ違いによって、もうね、あと1分半、永遠防衛クロスゲーミングをされる未来がね、見えてきましたね。いやー、あそこのクロスだけでもしんどいもん、これ、どうする？これどうする？もうね、あと1分間早送りしたいもん、俺。これだって絶対通んねえからな、これ。どんだけ通そうとしても、わざとゴブリンバレル外して、ウッド空伏せる。ウッド使うんかい、アーチャー。で、こういう時に、あれですね、このバレバレ枯渇、いろんな形があるんですけど、このデリバリーの枠が、まあ、ロケットの形があるんですけど、それだったら、まあ、クロスにもね、こう戦えるっていうので、まあ、ロケット版もあるんですけど、ロケットだと、こう、ちょっとまた大変になってくるんで、個人的には、まあ、クロスは諦めた、この、は、ないと、来るけクロスは諦めた、このね、形の枯渇が、僕的には超おすすめでございます、と、まあ、言ったところですね。さあ、やめて、あと500だけは渡したくない。やばい。ファイボでも、おはようでもウッドでも落とされちゃう。お願い。そんなに僕をいじめないで。そんなに僕、ワンチャン？ワンチャン1個だけでもちょうだい俺に。ワンチャン1個だけでも俺にくんねえかな。1個も取らねえ。芝になっちゃった。芝になっちゃった。これはね、本当にもう、しょうがないことかなと思います。多分、KK がこの枯渇でもね、負けてました。はい。というわけでね。まあ、しょうがないんで、ちょっと負けちゃったんでね、もう一回いっちゃおうかなと思います。ふぅーしー、ガースト、よろしく。で、まあ、とりあえずね、助
キャバル飛ばしちゃいます。飛ばしてなんか来るんで、それを回収してカウンターでバレルつなげてみたいな、なんか攻めてカウンターなんか守って、なんかシンプルですね。こう流れてきたのを守ってカウンターでバレルするでしょ、でそれをまた吹き矢とかで回収してカウンターでスケバル飛ばすでしょみたいな、まあ、言っちゃえば無限ループですね。なんですけど、ここは一旦逆サイ行きます。なんとなく、まあ、正直どっちでもいいですけど、ゴースト、あ、ゴースト出てねえな、それ相手の名前だな、なんだこれ、ダクプリメガゴベビーってなんだろうね。ダクプリメガゴベビーわかんないですね。で、これ、フッキアで回収して、お、エリクサーポンプですか。ゴレっぽい顔してますよね。エリポンでこれでゴレじゃなかったら何なんだってなっちゃいますもんね。やべ、延命、延命、あー、くっさ反応遅かったっすね、今。マジごめんなさい。もう僕も年なんで、ちょっと。本当に。で、ここ、スケバレでね、メガゴノーダメージ、かつ、よしよし、ダメージをね。稼いでいきます。そして相手のあのエリポンちょっと嫌なんでね、壊しちゃいます。で、エリアドがやばいですね。エリアドがやばい、エリアドがやばいんですけど、まあ、攻めなきゃ始まらないので攻めます。で、この吹きやな、何もつけないと太陽無視かな。つけてもタクピリとかだったと思うんで嫌ですね。これナイトバレルしたいですね。相手ザップだったんで、多分ゴール10コスそろそろ来ますね。はい、10コス来た。これで一旦エリポン壊せれたら、もうバンバン剤ですね。オッケー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 、もう100点だよ !100 点これは。で、こんなもんゴールで溶かして、で、ライトニングあんのかな、ライトニングあんのかわかんないですけど、もう左の、あれはもう無視ですね。左の、なんだ走ってる馬。馬無視して、こっちが、あ、ザッピアでしたね。ザッピアでしたね。ここウッとして、インフィニットタワーをちょっと延命してあげて、その間にゴールを溶かしてね。よしよしよし。あー、素晴らしい防衛ですね。だからもうこっからは僕のターンですよ。だってもう相手ザップっていうのが分かってるんで、こうスケバレバレルしたらもう守れない。守れないでしょ。守られそうなんですけど、ザップ。ザップ使ったよね、さっき。あー。こんだけでね、タワー落とせちゃうんでね。これは強いですよ。最後もインフィニットタワーと、まあ、なんか上にベビーが来るのか何が来るのか分かんないですけど、とりあえずもうゴレさえ溶かせれば問題なくて、真ん中に集めて、これをデリバリーで落としますね。デリバリー落として、あれ？お、守れないのかなこれ。さっき気づいた。やばい。待って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 。汗汗汗汗。汗汗汗汗。汗汗汗。汗汗汗汗汗。さては、守れない。まあ、ですが、まあ、守れなかったところで、このね、もう相手はザップだけなので、もう僕のこの攻めがね、苦しいはずなんですけども、やばいですよ、皆さん。やばいですよ。まあ、ザップ使ってくれた。おいしい。あれはね、デリバリー落としていい気もしますがね。うわ、なんかすげえ来た。来ちゃった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 。で、ザップ来る。できるだけインフィニットタワー延命してあげて、溶かして、オッケー。いやー、いいですね。でも、ここはスケバレ飛ばしちゃおう。飛ばすとベビーが後ろに、おーい、行ってらっしゃい。帰ってきちゃった。帰ってきちゃった。まあ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 。ザップ使いましたね。いや、もうね、相性はいいんですよね。けど、相手がちょっと、なかなかやりおりますよね。意外と追い詰められてる。で、ここ単体バレルですね。スケバレないですし、ここでユニット咲かせるっていう意味でもね、単体バレルしてユニット探して、この吹きはどれだけ延命できるかと思ったんですけど、できないかな。ん？できそうできそう。吹きや吹きや、あー、いかれちゃう。さきました。もうワンパンします。ていていてい。これね、このバレルからの真ん中ユニット鬼強いですよね。で、フキがチュチュチュン、まあ、グッドゲームという部分でね、マジでデリバリーですね。結局あのデリバリーがプリンセスだったらって考えるときに多分止まってないんですね、これ。まあ、僕の立ち回りもあると思うんですけど、なのでデリバリーだと結構攻めすぎちゃってもこうしのげるっていう部分で、すごいね、この枯渇おすすめですので、皆さんぜひぜひ使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。では、コーラ買ってきます。バイバイ。